くん見つけた。ああ、ゆがちゃんまた来たの。なんか最近ゆがちゃんが突然現れてもびっくりしなくなってきたな。お、どうしたの。あっくん最近冷たいよね。あんまり驚かなくなった。え、ああ、まあちょっと慣れてきたのかな。私のこともう飽きちゃったの。付き合った頃はもっと驚いてくれてた。え、どうしたの突然。っていうか付き合ってないけど。は、二人で何回やったと思ってんの。実家も行ったよね。出るとこ出ようか。それはやめて。でもなんで急に。だってユナ、あっくんのリアクション芸が好きだったのに。あれ芸じゃないから。もうユナのこと好きじゃないんでしょ。そんなことはないけど。でもあっくんすぐ浮気するじゃん。浮気は目の段階で全部抜き取られてきたよ。 SNS の返事は遅いし、山のように届くうつメールにどう返信していいかわからなくて。私のこと全然信用してくれてないよね。鍵渡してないのに家の中で待ってる人をどう信用しろと。言い訳はいいの。これ言い訳なのかな。私が別れたいって言ってるんだから、はいだろうが。このネチネチ粘着野郎。選べる答えが一つしかない。どうしても別れたくないならユナのお願い聞いてくれる。なんで僕が渋ってる前提なんだろう。この紙の下の方にサインと印鑑を押して。絶対嫌だよ。ほら、やっぱり愛してないんだ。愛とかじゃないから。僕白紙の紙にサインする度胸持ってないから。じゃあこのボイスレコーダーにユナの言うことは何でも聞きますって言って。あ、あとマイナンバーカードのコピーも忘れないでね。それ何に使うの。さっきから目的を言わない契約を結ばせようとしないで。してくれないんだ。じゃあこれ以上この下僕のなり損ないと一緒にいても時間の無駄だね。興味なくなった途端言動がひどいな。